ビンシュレーディンガー、ポール・ディラック、ベルナー・ハイゼンベルク、マックス・ボルン、バルター・ボーテといった一流の物理学者たちと共に研究を行った。フントは、ボルンの助手であり、二原子分子のバンドスペクトルの量子論的解釈に取り組んでいた。マールブルック大学、ゲッティンゲン大学で、数学、物理学、地理学を専攻した後、 1925年に私、講師として、ゲッティンゲン大学に赴任した。その後、ロストック大学教授、ライプツヒ大学教授、イエーナ大学教授、フランクフルト大学教授、ゲッティンゲン大学教授を歴任した。その間、1926年に、ニールス・ボーアと共に、コペンハーゲンに研究滞在し、1929年に、 ハーバード大学客員講師を務めた。250法以上の論文、法文を執筆した。量子論、特に原子、分子のスペクトル構造に関して大きな足跡を残した。特に、分子の核運動量カップリングにおける、詳細な型分けを行った、フントの分類や、原子の電子配置を決定づける3つのフントの規則が、 文工学や量子科学で重要な基本則として知られている。特に科学においては、フントの第一規則が重要であり、フントの規則と単に言った場合に、第一則を表している場合も多い。他にもトンネル効果を最初に示唆し、量子科学の基礎となる、分式動法に関するフントマリケンの理論を確立するなどの貢献をした。フントの100歳の誕生日には、 それを祝して、フリードリヒフント、ゲシヒテデアフィジカリチェンビグリフが刊行された。また、ベルナー・クッツェルニックによりレビューも書かれた。翌97年に、カールスルーエで101歳の生涯を閉じた。数多くの受賞があるほか、イエーナの名誉市民にもなり、同志の通りの一つにも名前を刻んでいる。そのほか、ゲッティンゲン大学の理論物理研究所にも、 フリードリヒフンとプラッツ1の住所が与えられている。生前は国際量子分子科学アカデミーの会員であった。ありがとうございます。